はい、お疲れ様です。5月4日ね、朝ごはん兼昼ごはんになります。今日はね、ちょっと家族と大喧嘩しましてね、今もう頭痛がまたひどいです。もう本当にね、まあしょうがないですね、こればっかりはね。まあ耐えない家庭っていうのもあるんですよね。あ、とりあえず頭が痛いですね。はい、でこちらがマーガリンかな、バターか塗ったやつですね。でこちらがとろけるチーズトッピングです。でこれはね、マーガリンプラス蜂蜜でねいただくので、甘いのとねしょっぱいのの組み合わせです。でこちらがはんぺん、ベーコン、ブロッコリーのソテーですね。でこちらがあの午後の紅茶のね美味しい無糖ですよ。これ本当に美味しいよね。ってことでチーズからじゃあいただきます。よいしょ、片手が撮影で埋まってましてすいません。わあ、本当だ、伸びる。確かね、クラフトから出てるなんかね、今、なんか限定ですかね。限定で、かつね、増量してるやつだったんだよね。わー。はい。取れました。いただきまーす。そんなに塩分が強くないので、あのチーズって言ってもそんなにチーズチーズしてないかな。もうね、一人の食事なのでね、一口ずつかじっちゃいました。先生にもね、頭痛とかね、この頭のモヤモヤの解消法とかで、なんかいい方法ありませんかね、他の患者さんで何かそしあのやってることが あれば教えてくださいってことを言ったら、八つ当たりかなって言われて、もう頭も痛くてね、ぐったりしてたので、冗談かどうかもね判別することができなくて笑えなかったんですけども、いまだに本気で言われたのか冗談のつもりで言われたのかわからないのですが、人が具合が悪い時に冗談は言わないでほしいですよね。